こんにちは、ベース講師の田村です。教室の生徒さんから一番質問が多いのがこのスラップ奏法です。今回はダウンストローク、またサムピングとも呼びます。その基本的な動作について説明していきたいと思います。カメラをちょっと手元の方に寄せたいと思います。当てるのはこの親指の関節の硬いところになります。ここをこのフレットの一番端っこのちょうどこの辺りに当てるんです。はい、指はですね、こう軽く内側に寄せておきます。この人差し指だけ、すごくこう軽く内側に寄せるんですけど、なぜかと言いますと、人差し指で弦に引っ掛けて引っ張り上げるプルをやりますので、この人差し指はこのぐらいに内側にしておきます。そしてですね、手首を回転させるように、この時注意するのは当てたら素早く離すということです。回転を使って当てたら素早く離す、スナップを効かせるということですね。離さないと、このようにミュートがかかってしまって音が止まっちゃいます。なので十分に振動させるように注意してください。そして、はい、クリックに合わせてゆっくり練習していきましょう。慣れてきたら8分音符にして、さらに慣れてきたら16分音符にして、以上がダウンストロークの基本的な動作についてでした。この動画が参考になればと思います。それではまた。